いしょ。おはようございます。サオさん、ビギナー。ちょっと暑い、エアコンついてないから。おはよう。おはよう。きやらないと思ってた。いや本当は私も7時にからやろうと思ってたんだけど無理で、よし15分からやるぞと思ってスキンケアとかやったんだけど、その前に15分からできるなって思ってたんだけど、もう5分だけ眠いって思って寝た。みんなも早起き偉いよ。何時まで？1時間くらい来たらいいな、コンタクトが。梅助さんだるま、くのるちゃんキュンキュン、ジンさんシルバーだるま、梅助さんジルシルバーだるま、ありがとうございます。ひこちゃんの声早起きできた、私が起こしたみたいな感じのとこあるね。暑い、エアコンをつけるか悩む。マミちゃんシルバーダルマ、バグラボーイさんタコ、アンドロメダキさんシルバーダルマ、ありがとうございます。一睡もしてないの？してなくて眠くないので勉強しながらしゃべる。偉いね、偉いですね。一睡もしてなくて眠くないのは強いですね。頑張ってください。午前バイトだから早起き偉いよ。おはさん、心にさあやってなんて読むんだろう。ココアさん、ココアさんだ。あ、違うかな。仕事ならもう少ししたら出ます。偉いね、みんな、みんな偉いよ。平日だもんね。いい眉、ありがとうございます。今日はメイクする時間があるからメイクしないです、配信で。みんなおはよう。カープさんキュンキュン、ありがとうございます。黄金さんシルバーダルマ、ありがとうございます。目が最高。でも私朝ごはんを作る時間はなかった。もうだったら寝ようってなった。ハマーさんキュンキュン、ルルルタンナさんダルマ、ありがとうございます。カラオケ大会行くよ、待ってます。ゆうとさんダルマ、ありがとうございます。すでに暑いですよね。かぼちゃさん、サミーさんシルバーダルマ、直樹さんシルバーダルマ、ありがとうございます。ゆうきさんキュンキュン、ハマーさんキュンキュン、ななすけさんキュンキュン、ありがとうございます。何分まで1時間。わあ、ここ中惜しかった。ごめんなさい。ここな、ここなさん、あー、コンタクトが乾燥するぜ。敬老の日だね。目が乾燥。マーサー坊さん、タコシルバーダルマ、ありがとう。祝日なのに出勤、ハイティン。ハイブンさん、かわいくのるちゃんシルバーダルマ、ハイブンさんキュンキュン、ありがとうございます。ラグビーワールドカップ4時に起きたから早起きできた。どっか対どっかのね試合をね見てたんだよね、この前。基本早いんですね。なんかどこで見たんだろう、忘れちゃった。
コタさん、だるまメリダさん、だるま、ありがとうございます。グラボーイさん、だるま、散歩行くとこ気をつけてください、暑いから。かゆ、ショコのカラオケめちゃくちゃ貴重では、いや、そうだと思う、そうだと思います。まあカラオケ自体は行くんですけどね。町岡さん、だるま、サミーさん、流れ星、ありがとうございます。はるんさん、バラ、アイブーさん、星、ありがとうございます。沢田さん、キュンキュン、朝ごはん食べれなかった時はどうしてんの。え、大体現場にあるのでなんかしらそれを食べます。パイナップルさん、だるま、ありがとうございます。よく先生にも間違えられる、あやだからさ、あって思っちゃったよね、考えが安易すぎた。かわいい。私あのちっちゃい頃から子供の名前ができたらココナってつけるって決めた。漢字はね違うけど、ちょっとまあ本当にそうなるかは分かりませんけど。ひろさん、だるま、ありがとうございます。ないもんさん、だるま、おはよう、みんなおはよう、偉いね。はるんさん、だるま、ありがとうございます。どっか対どっか、この前3日前ぐらいにやってた日本じゃないところ、めっちゃお腹鳴ったんだけど、今の絶対聞こえたでしょ、びっくり。しかも高音。カラオケの練習でもしてんか。わがらボーイさん、としおさん、お魚さん、ありがとうございます。部活頑張ってください。ほうのさん、朝から癒しありがとう、いやいや来てくれてありがとうございます。としおさん、だるま、なんかさ、マラカス思ったよりちっちゃかったんだけど、マラカスってなんかこういうイメージだったのに、なんかこんな感じだったよね、のいちゃんが思ってたの。ヒッキーさん、コアさん、ササパンダさん、ありがとうございます。 FJ さん、ありがとうございます。クノルちゃん、わあ、クノルちゃんタワー分いただいちゃった、ありがとうございます。クノルちゃん、キューピッドクマ10個、ありがとうございます。クノルちゃん、ありがとう、キューピッドクマちゃん、 I love you、 ありがとう、キューピッドクマ、ママママママ、ありがとう、キューピッドクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。クノルちゃん、タワー分いただきました、ありがとうございます。なんかちょっとこっちにした方が明るい気がする、いいよ。ほうのさん、キュンキュン、ありがとうございます。第2回開催してほしい、シシトラさん、子供にはタキワキと名付けます。下の名前タキワキか。クノルちゃん、タコリレンズさん、タコアカネさん、だるま、ありがとうございます。坂立さん、キュンキュン、ありがとうございます。木の実さん、だるま、カイツさん、タコ、ありがとうございます。お腹は空いてる、ね、犬鳴いたよね本当に。レンズさん、キュンキュン、ありがとうございます。テンさん、だるま、ありがとうございます。カプリコサイズ。思ったのと全然なんか、え、これってなった、写真見て。沢田さん、コウペイさん、コタさん、ありがとうございます。ユーシバさん、ユートさん、ありがとうございます。夏美さん、キツネのゴンさん、ありがとうございます。ゆうさん、ビーナー、こんばんは、ありがとうございます。男の子だったらなんて名前にするの。でも1文字か2文字、漢字1文字か2文字がいい。個人的にはあんまりわかんない、私は妹が欲しかったから女の子の名前しか考えたことない。
タイトさん、コロジーさん、フランクさん、ヌコさん、ビソーさん、ありがとうございます。のいみちゃんの感じだと1人1曲、2人3人でもう1曲全員で何曲って感じだね。いやそうなんですよ。だからさ、あれはさ、いつ決めてるんですかね。もともと決めてたのかな。私たち何も何もですよ。私多分1人で歌わないと思う。わかんないなんかそうやってあのなんか台本上そういう風になってたらわかんないけど、わかんないです。ルディさん、プリプリちゃん、虹色さん、ユミさん、クイズさん、ありがとうございます。会場近くに美味しいご飯ないですか。ちょっとわかんないですねちょっとわかんないですね。まさまるさん、ミクさん、ビギナー、ありがとうございます。京香さん、初見、ありがとうございます。クイズさん、ハマーさん、ありがとうございます。おはよう、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 みんな、みんなおはよう。え、全然横浜しかとか歌ってるさ、のいみちゃんとかいなくてさひまひまくん、ひろとっとさん、ありがとうございます。滝見に行ってきます。いいですね。よき、ジニーさん、マッキーさん、クノルちゃん、ラブレター、ありがとうございます。ライブ映像ずっと見てて昼夜逆転、朝から夜までイコラブちゃん尽くしの連休最高じゃん、ありがとうございます。なんか私的の私の勝手なイメージはね、私は誰かと歌ってるイメージで、そのなんかやっぱ歌が上手い子たちがいっぱい歌うっていうイメージでした、私の中では。ヘイブンさん、リンクさん、ヒロトットさん、ミサイルさんっていうイメージだった。耳を幸せにしようの回タカちゃん、だからこれからなんかメンバーで決めんのかな。これからっていうか行って、わかんない、ちょっとどんな感じか。あ、足湯行ってきました。なんか見たかも。あ、見てないか。なんか水だったみたいな。町岡さん、たかちゃん、ありがとうございます。目が眠そう。まあ昨日よりか眠いかもしんないけど、あのメイクしてないからかな会社着いた、ファイト。おじじんさん、七色さん、トッシーさん、エコさん、ありがとうございます。ルディさん、コウペイさん A2G やるのかな。 A2G 遊びじゃない、横の気持ちはバランスよりも大事なもの。チャンスだ、チャン、忘れちゃった青ちゃん、ありがとうございます。チビタンクさん、ありがとうございます。眠いし疲れ取れないのですが、どうやったらリフレッシュできますか。どうやったらリフレッシュできますか。マッサージに行く寝る、次バッチリです。まだまだわからないけど、初めての気持ち、グラム愛は無限大みたいな感じ。そろそろグラブコンがコンビニとコラボしないかな。ローソン、いつでしたっけ、ローソンの9時になります。すごいよね。一番9時、10月にローソンの一番9時になります。お願いしますアンズさん、キュン、
キュンキュン、ありがとうございます。今日の夜はやらないと思います、配信。パイナップルさん、アンズさん、ありがとうございます。ね、AKB さんの瀬戸り良かったですよね、カウントダウン TV。 サオさん、ビギナー、ありがとうございます。来月一番くじ、買ってみたい、買ってみたい。熱っ。2021テスト頑張ってください。はいってー、もう明後日、し明後日ですね。アンズさん、タカちゃん、ヒデちゃん、クノルちゃん、ヨスケさん、ありがとうございます。一番くじ私やったことないから、初めてがイコラブになりそう。やってみたい。大体何くじぐらいやるんですか。コーヒーさん、ありがとうございます。沼、なんか3個ぐらいやってみたい。坂道とかよくやってる。そうなんだ、あんまりなんかその見てなかった。3少ないの。でもさ、少ないんだ。何が当たるんだっけ。マイカちゃん出たら交換して。絶対に嫌だ。絶対に嫌だ。田舎すぎてローソン遠い。行くしか。車とかの距離なのかな。あ、ラストワンとかあるんだ。でも私が行く頃ちょうどラストワン。そう、わかんない。なんかいつもなんか結局行けなくってみたいなのがありそう。ひでちゃん、七尾木さん、ありがとうございます。あー、そうなんだ、全部買うんだ。じゃあ私の分は残ってないね。暑っ。エアコンつけるか。でもさ、寒くなるんだよね、エアコンつけたら。わかりますか。いいよ。よいしょ。なぎちさん、家の近くのコンビニローソン最高じゃん。有明のハーバー食べよう。お腹空いたから。やばい、朝で力入んない。あ、涼しい。直撃。やばい。力入んない。無理なんだけど。開いた。四つ目、ほら見て。1枚開かなくて4つ目で開きました。4角目。コーラクさん、キュンキュン、 P21 さん、だるま、ありがとうございます。いただきます。こちらへ、さん、七尾さん、ありがとうございます。え、歯で開けたことないです。
キキさん、ありがとうございます。朝ごはん健康に良くない？でも何も食べないとちょっとあれだから、後で配信終わったら野菜スープ飲む。用意してる時間はなかった。アンズズズさん、いいな、ラーメン食べたい。私昨日の夜さ、醤油ラーメン調べてさ、一人でお腹空いてってなった。うん、マサラさん、ありがとうございます。チェーン店じゃないと思う。うん、お仕事頑張ってください。くのるちゃん、ありがけぴっとくまちゃん、 I love you、 ありがとうございます。ほなみさん、初見、おはよう。これでお腹が鳴ることはないでしょう。うん、神楽坂にある塩ラーメンのお店がめちゃくちゃ美味しそうやったから、四国から行った。美味しかったですか？教えてください、私にも。目がぼやぼや。サギホさん、ありがけぴっとくまちゃん、 I love you、 ありがとうございます。あまり食べれないで頭がぼーっとするときは少量のおにぎりとぶどう糖ラムネを食べるという。おにぎりを作る時間すらなかったね。あ、ぶどう糖ラムネあんじゃない？ぼーっとしてないけど。ブドウ糖じゃなかったわ。これが目に入らぬか。グレープフルーツ味。日常生活で疲労を感じる方の疲労による、頭が冴えない、集中力低下といった状態を緩和し、一過性の疲労感を軽減するですって。小吉さん、ルンルンさん、ギフトありがとうございます。うわ、一風堂いいな。大地さん、ありがとうございます。醤油が好きです、私は。ヨトさん、大地さん、ありがとうございます。一人ラーメン最近してないですね。ゆきちゃん、ありがとうございます。うわ、オートミールいいね。そう、オートミールハマってます。でもさ、オートミールもさ、やってた時あるけどさ、いや簡単に作れると思うんだけど、そのもうねもうね、あのご飯作る時間5分もなかったから、朝起きて7時まあ6時50分ぐらいからアラーム鳴って、止めて寝て止めて寝てを繰り返し、まあ7時からまあ無理だと思って、じゃあ次7時15分だから、まあ7時10分ぐらいに起きればいいかと思って、で7時10分に1回起きて顔洗ったり、まあスキンケアしたり、まあもろもろ、まあコンタクト入れたりとか、なんかもろもろやってでも眠いなと思って、ちょっと10分からもできないかもしれないと思って、5分ぐらい寝て20分から配信しました。だからもう全然ご飯を作る時間はなかったです。ごめんなさい。
ブドウ糖入って、でもなんかこれってなんかあれだよね、有名だよね、ブドウ糖で。小田さん、だるまありがとうございます。俺流塩ラーメンで調べる。美味しそう。見てもないのに。もう何でもいい人じゃんね、私ね。神楽坂か、俺流塩ラーメン有名なんですか。あった、目かゆ。下坂に2店舗あるのかな。塩ラーメン美味しそう。具がいっぱい乗ってんのって最高ですよね。豚骨醤油、なんかあんま分かんない、ラーメン詳しくないかも。豚骨はちょっとでも重い。あ、間違えたねえ。メニュー表だと思って押したら広告だった、やめてほしい。みずちゃんさん、ありがとうございます。ウルトラさん、ありがとうございます。地元のお祭り行ってきます、いいね。にゃんさん、ありがとうございます。起きれただけで偉い、ピュイ。ひでちゃん、やすさん、ありがとうございます。5分刻みの睡眠、他の人がやると寝すぎる。まあプロなんで。プロなんで。あ、レモンが乗ってんだこれ。俺流、え、どれが俺流塩ラーメンか分かんないんだけど、ちょっと待って、メニュー、俺流ランチ写真。俺流選べる冷やしラーメン、うわ美味しそう。エビワンタン麺美味しそう。で、見る見るだけ、いつも。待って、寒いんだけど。今度は分かってる、寒くなってなるっていうのは分かってる。でも後でどうせまた暑くなるから。ゆうとさん、ありがとうございます。マサボさん、ありがとうございます。あ、レモネード買えた、いいね。ポーチさん、ヒトパンさん、シャキホさん、ありがとうございます。クノルちゃん、ありがとうございます。え、えらいね、グルテンフリーやってるからラーメン欲すごい。すごい、えらいね。ひとみちゃんの写真なんであんな遠いんですか。なんか背筋よく座ってるのを撮ってって言われたんだけど、でまあ最初普通に撮ってたんだけど、ちょっとなんかポツンって感じを出したくて広角で撮りました。広角でめっちゃ下がって撮りました。アディカケさん、ひでちゃん、まさぼさん、ありがとうございます。エブラムズさん、ありがとうございます。アラーム、アラーム、でも今日はさ、今日はね、6時50分から、違う、6時30分、6時50分、7時10分、7時20分にアラームかけてます。最悪7時半には始めたいなと思ってって感じです。コーヒーさん、ありかけさん、ありがとうございます。とみちゃんの写真、ツーショット撮った場所と違います。ツーショット撮ったのは楽屋で、あれは楽屋じゃないです、ステージ裏って感じ。
可愛かったです、よかった。で、目覚ましの方は何時にしてたかな。45分かな、6時45分にアラームかけてたかと思います。ここがね、お菓子ボックスなのだから何でも出てくるよ。超吉さん、ジュニーさん、匠の王蔵伝承さん、ありがとうございます。ヘイブンさん、ありがとうございます。今日は何回のアラームかな。でも今さ、確認とかでさ見たからさ、あのさ、スヌーズとかもさあるからさ、わかんないよね。どうやって見んだっけ、スクリーンタイム。13分だ、これ4回、時計4回です。私にしてはどうですか、今日4回で起きましたよ。今日4回開いてる。いいでしょ。フフ、少ないでしょ。なんか次がなんかそのまだいいやじゃなくて、結構今日ギリギリだったから起きれた。さきほうさん、ありがとうございます。早い方ですよ、20何回とかもあったんだから前にね。トラシさん、ありがとうございます。寝ぼけてるときギリギリとか思い出せるのかな。寝ぼけてるときは全然ギリギリじゃないのに、やばいってなる。沼さん、初見ありがとうございます。うん、メイク配信はしないです、今日メイクする時間あるから。お話し会とかはね、メイクする時間ないから前もってやってくんだけど、今日メイクする時間あるからメイクしない、配信では。ミッキーさん、ありがとうございます。今日はメンバーみんな早起き、まあそれなりに早起きだと思います。それなりにみんなからしたら。スヌーズも鳴るし、アラームも鳴るで、そう、20何回アラーム鳴る。スヌーズは騒がしいで、本当にでも20回って結局何分かかってる。でもそのさ、私は10分おきに基本的にアラームかけるんですけど、全部にスヌーズがかかっちゃうから10個アラームかけてたら20個にはなるよね。ゼータンさん、ありがとうございます。でも寝てる時ってなんかスヌーズかそうじゃないかなんて、私スヌーズにしてる記憶一回もないから、なんかそんな選べてないんですよね。クノルちゃん、ゴスクマちゃん、ありがとうございます。私なんかめっちゃ眠い時って本当に1分でも仮眠できるから、仮眠っていうか1分でも眠りに入れるから、1分で眠りに入って1分後にスヌーズ鳴って止めて、また1分で寝て1分後にスヌーズ鳴ってとか繰り返し。
そう、なんか止めてすぐ鳴る時とかもってなる、寝たいのにってなるで、鳴った瞬間一気にこう消しちゃうから起きれなくなるんだよね。知ってる鳥安さんありがとうございます。いや自分で設定したんだけど結局寝て起きれてなかったら意味ないからしゃあないよね。そうするしかない。ちんやさんありがとうございます。だるま、ねえ、そう今 46% だ。え、なんでさ夜はさ湿度60何パーとかの時が多いのにさ今 46% なんだろう。なんでだと思いますか？朝の方が湿度って低いんですか？夜の方が高いんですか？川健さん、やるま、ありがとうございます。今 46% です。なんでだろう。蒸発してんの？かゆ。くのるちゃんタコありがとうございます。みんなおはよう。おはよう。どうしよう、配信終わってまた寝ちゃったらどうしよう、どうしよう、どうしよう。みょんちさん、ビギナー、ありがとうございます。やすさん、ありがとうございます。配信は15分ぐらいまで、間違えた、20分までやろうと思ってます。秋祭りご準備してる、ありがとうございます。嬉しい。うん、20分から始めたから。皆さんありがとうございます。今ね7時半にアラーム、あ、7時半じゃダメじゃんね7時半にアラームかけたんだけど、今8時半じゃんね。今から寝たらこういうドジさがあるんです今7時台だから間違えちゃった。湿度減ったんだけど 45%28 度、 28.3 度、 44%、 どんどん下がってる。エアコンつけたから。え、なんで？8時半まで寝ても大丈夫、大丈夫です。8時半までショールームもできる7時半から始めたら8時半までやろうって思ってたから。そう、でも20分にできたからあと10分寝れますね夜間つけたら乾燥するから湿度下がるよ。でもさ、いつもは湿度上がってんだよね、夜間つけてても。なんなん、じゃあいつもがおかしいってこと？ゆうちゃん、タコありがとうございます。10分で寝れるよ。寝れなかったら活動すればいい。睡眠欲、朝弱いよ。そうなんです、朝弱いんです。
つきいい方、眠ければ眠つき悪い時もあります。たかちゃんギフトありがとうございます。いや本当にさ直撃すぎてさ寒い。全部も一緒なのに。トリキュー何色？何色だか忘れちゃった。あの焼き鳥のやつです。中身。パパコロネさん。タカちゃん、ありがとう。モンハン？モンスターハンター？風の向き変えられないの？ちょっともう届かない。もう立てないよ。もう今座ってるから、心地よく座ってるから。まちおかさんありがとうございます。あのね、本当にダメダメ人間で、なんかもう座ったり寝っ転がったりしたらもう立てないんです。本当に。クロワッサン、リノミさんありがとうございます。おはよう。トラシさんありがとうございます。本当にもう立つ気力がなくなるんです。だからもういいやって感じ。今膝掛けかけてる。同じ？本当に？でもなんかもう大事なこととかもできないの。本当に。やらなきゃいけないこともどん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 後回しになって。だって昨日お風呂入るのもさ、めっちゃ時間遅かった。うん、その1時ぐらい。めっちゃ遅いわけじゃないの、メンバーに比べたら。1時ぐらい、1時に上がったんだっけな、忘れちゃった。1時に上がったか1時に入り始めたか忘れちゃったけど、めっちゃ時間かかった。1時に上がったのかな。ね、なんかやっぱこの前はツイッターもインスタも上げてたからいいんだけど、昨日はインスタ上げてなかったからインスタ上げようと思って一回お布団に寝転んだんです。そしたらもう動けなくなってしまって動けなくなってしまって、で0時半とかに入りました多分。で1時ぐらいに上がったのかな。時計見た時が1時6分とかだったんだよね。上がって乾かす前に見たのかな。今何時だって。多分寝たの2時半とかだと思う。ああでもちゃんと電気消してエアコンタイマーつけて明日の準備して、今日の準備して寝た。あんま寝てない。4時間くらいは寝てると思う。エースさんありがとうございます。本当は1時半に眠りにつきたかった。でも眠りにはつけなくて2時半になっちゃった。ひでちゃんありが
間寝れば大丈夫な人、5時間5時間ですね。でもちゃんと乾かしたから、やっぱイベントだから、イベント前だからね。ちゃんと乾かしたよ。イエイ。この前は全然乾かせなかったけど。どうしても寝れないとき、ラジオ聞きます。え、みんなはどうしても寝れないときどうするんですか？でも早く寝たいなっていうとき。ゆうとさん、ヘイブンさん、ジャパンさん、ありがとうございます。何をするんですか？私は意地でもラジオ、もう寝なきゃってなってラジオを聞きます。で、ラジオに聞き入ってると寝れるんですよね。でもこの前めっちゃ朝早かった時、早く寝なきゃって思ってたのに、初めてラジオ最後まで聞いちゃって、あれ寝れなかったって思って、2本目聞いたら寝れた。面白いかね。そうな。うるさらさん、ラブレターありがとうございます。私はカジサックの屋根裏部屋つった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 を聞きます。でもあれ週1にしか更新されなくて、私は毎日聞きたいから昔のとかを遡って聞いて、のるちゃん、タコありがとう、ありがとうございます。軍隊がすぐ寝る、あ、力抜いてってやるんですよね。なんか力を抜いてこうなんかはぁってなるんですよね。なんか見たことあるユーシスさん、ありがとうございます。寝る前にスマホ見ちゃうんですよ。だってお風呂入る前に SNS 上げてるじゃないですか。そのコメントとかを見たいんです。 H2O さん、ありがとうございます。サラディさん、ありがとうございます。寝る前に投稿して寝るのは、でも寝る前に投稿したら11時半とかじゃないですか。11時半とかに投稿したらもうみんな寝てるもうみんな寝てるでしょ。朝起きてまずツイッター開いてたからね、私。やばいよね。ゆうさん、おはよう。あおちゃん、ありがとうございます。寝る前に寝ても、あ、寝る前に投稿しても、もうそれは寝る前ではないってなっちゃう。勉強始めたら自然と眠くなる、わかる。なんで勉強始めると眠くなるんですかね、本当に。ハラディさん、ありがとうございます。
仕事行ってきます、行ってらっしゃい、ファイトファイト、お仕事ファイト。軟骨ピアス開けに行く、怖っ。どこ、ここ、ここですか、よいしょ。ありがとうございます。まさにここ開けてる人多いよね、軟骨。うーん、もうやりたいことがいっぱいあるのに、なんかやる時間がないって思って、昨日お風呂入る前にやってたわ、そういえばそういえば家入る前に、家入る前じゃないもうやばいお風呂入る前になんか家片付けてたわ。お風呂に入りたくない理由みたいになっちゃってるショールームのミッション頑張ってください間違えた。なんかずっと置いてた、いただいたあのものたちがあって、ね、シャンプーとかね、普通に部屋の中にドーンって落ちたんだけど、なんか急にさ、なんか邪魔だなって思って整理し始めた。いや本当にさ、なんかさ、夜型なんですよ私、活動ね、夜行性なんですけど、明日が早いってなってんのに活動したくなっちゃうんだよね。夜行性なんですって、いろいろ整理してたわ、そういえば、そういえばね。ありがとうございます、ギフト。エコラブに入ってから夜行性、いや、エコラブ入る前から夜行性です。テスト勉強とかは朝よりか夜の方ができました。急になんか嫌だなって思った、前髪。今ゴールさん、ありがとうございます。もう明日早いのにって思いながら片付けてた。本当はクイックルワイパーをやりたかった。なんか一本髪の毛気になったらもう気になっちゃうって。Kさん、初見ありがとうございます。ゆでちゃんだるま、みのみさん、ありがとうございます。なんか配信中とかもなんか髪の毛一本でも落ちてたら拾って捨てちゃう、それぐらい気になる人間です。なるよね。そうで、夜気になっちゃって、でもクイックルワイパーやる気力もなかったから、なんか手で拾った手で拾う方が、ね、あれなのかもしんないんだけど、クイックルワイパーをやり始めたら私はもう全部やりたくなっちゃうの、わかりますか、全部やりたくなっちゃうの、そこだけじゃなくて。だからそれは抑えたよね。そんな気力はない、全部やる気力はない。A 型じゃなくて O 型ですこう見えて。メンマさん、ありがとうございます。
そんなこんなでお風呂が入るのが1時前だったんだよね。出たら1時だった。だって昨日配信早くさ終わったのに、配信早く終わったんだよ昨日ね。10時半とかに終わってたよね。ルディさんキュンキュン、ありがとうございます。なのにSNS やったら無理で、ずっと寝転がってて、よし立つぞってなったら部屋の掃除始めて、前髪に何も当ててないです。直毛、直毛ちゃんです、直毛ちゃんです。としみさんありがとうございます。前髪もうちょっと伸びたら切ります。伸びんの早いよね、あんな大眉だったのに。ジャスト眉だったのに。キワさん、シンシさんありがとうございます。ヨシオさん、ショキンハート、モフちゃんありがとうございます。リュウさん、初見、ダーバーさん、初見ありがとうございます。大熊猫さん、デルファイさんありがとうございます。ジャパンさんありがとうございます。でもそろそろ終わります。今見たら18分だったから、やばい、 41% だって。 40% 切ったら乾燥じゃんね。千岡さん、くのるちゃん、ありがとう、ピットくむちゃん、 I love you。 ゆずきぬさんありがとうございます。ではランキングを読もうと思います。おいじょ、シルバーウィークです。ありがとうございます、いっぱい投げてくれて。今日の夜は配信できなくていいので、くれたみんなありがとうございました。ランキングタイム。13位、こたさん。12位、たかちゃん。11位、ゆうちゃん。10位、まさぼさん。9位、わがらボーイさん。8位、クイズさん。7位、ひでちゃん。6位、ヘイブンさん。5位、ルルルタンナさん。4位、てんさん。3位、コーヒーさん。2位、さきほさん。1位、くのるちゃんです。ありがとうございます。ありがとうピットくまちゃん、 I love you。くのるちゃんありがとうございます。2列目、パイナップルさん、糸パンさん、ハマーさん、ヒッキーさん、トラッシュさん、メリダさん、トッシンさん、ジニーさん、アオちゃん、オーツさん、トリアスさん、カイトさん、ヤスさん、エコさん、 P21 さん、ヒロさん、コウペイさん、ナナオキさん、ウルトラさん。あー変わった。2列目、コタさん、パイナップルさん、ミトパンさん、ハマーさん、ヒッキーさん、トラッシュさん、メリダさん、トッシンさん、ジニーさん、アオちゃん、オーツさん、トリアスさん、カイトさん、ヤスさん、ルディさん、エコさん、 P21 さん、ヒロさん、コウペイさん、ナナオキさん、ウルトラさん、トシオさんです。ありがとうございます。サナさん、ドラマありがとうございます。昨日もさ、ランキング読んでる時に変わったよね。呼ばれてない方いないかな、多分大丈夫なはず。ということで終わりたいと思います。たくさんの星なぎゲスト、コメントありがとうございました。今日は秋祭りとカラオケ大会です。よろしくお願いします。ということで、また明日も配信できるか分かんないけど、まあ次やるとき見てください。ありがとうございました。としおさんだろう、ありがとうございました。感謝。みんなお仕事、学校など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 頑張ってください。お休みの方は敬老の日感謝してくださいおじいちゃんやおばあちゃんにありがとうございました。バイバーイ。